その31年前っていうことで1989年の今日ここに持ってこようと思ってて楽屋に置いてきちゃったんだけど、何を89年のスケジュール帳が出てきた自分のシステム手帳、ものしたら欲しいよね。そしたらですね、もうとんでもないハードスケジュールな1年で、まずピットの前にもねレコーディングしてたし、あと山中湖でレコーディングしたでしょ、あとねロキシーでライブもやってて、7月にで8月はモスクワでライブもやってるんですよ。そうで、その合間にあの夜のヒットスタジオとか、あ、出た出た、モスクワ、モスクワから帰ってきて、あ、トンボ帰りというのはないか、モスクワから帰ったその日に夜ヒット出たんだよ。そうそうそう、出た。そういう実際